困りますね。歯医者に勝手に触れてもらっては。おっと待った。お前か。大昔に竜を斬った伝説の侍ってのは。会いたかったぜ。すごい。ユーマに惜しかった。彼は一体。死ね。誰だ、てめえは。カリウド。全員皆殺しだ。あらら、ちょっとごめんな、アンちゃん。そこ、どいてくれるか。そいつさ、俺の友達なんだよ。無念、死ね。メガロ。だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい？冥王レイリン。若い目を摘むんじゃない。これから始まるのだよ、彼らの時代は。おお、こちらキザル。おお、到着しましたんで応答願います。おお、もしもし。賞金首は至る所にいるぞ。奥越えに注意せよ。もしもし、こちらキザル。おかしいね。もしもし、もしもし、聞こえますか？今だ、この…よせ！もしもし…こ、もしもし…おいっす、今度こそ！
ちょっと物を尋ねたいんだけど、戦闘丸って男を探してるんだけど、その男はわしの部下でね、まったく物を聞いただけでしょう。こりゃちょっとやりすぎたね。悪運尽きた。ん？さあ、それはどうかな。てめえは。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか。この戦争を。終わらせに来た。これ以上欲しても、両軍、被害は無益に拡大する一方だ。まだ暴れ足りない奴がいるのなら、来い！俺たちが相手をしてやる。私の瞬きのせいだ。バタ足のせいにする。キックロックをどうでもいいけど、これ死ぬぞ。下は氷張ってんだぞ。うわぁ、こんな死に方嫌だ。ジャベル、誰か止めてんな。てめえの手穴で効くんじゃなかったぞ、ヘンボギャラ。しゃは今自殺をしたのだ。世に珍しき空島からの飛び降り自殺を。そして現在に至る。時に首を吊られるも鎖はちぎれ、時にギロチンにかけられるもその歯は砕け、口出しにするも槍は折れ、結果沈めた巨大監獄船の数は9隻。つまり誰も彼を殺せなかった。なんだこの怪物は。くそ、頭痛い。ああ、死ねねえもんだな。また生きちまった。死に場所を求める男の名は百獣のカイドウ。腐ってる！
急げジョーカー、最後の戦闘準備を整えろ。こんな退屈な世界壊れてもいい。世界最高の戦争を始めようぜ。